一般財団法人日本総合研究所会長、多摩大学学長の寺島実郎がお送りするこの番組、寺島実郎の世界を知る力。こんにちは、寺島実郎です。新年おめでとうございます。今日もですね、ここ九段下の寺島文庫から、本当のことを考える情報番組ということでですね、この世界を知る力をお送りしたいと思います。これ月2回のですね、対談編と合わせての配信続けてますけども、 YouTube でのアクセスがですね260万回に迫るっていう形で今日この収録に入ってます。今年もですね、より深く体系的に、そして構造的にですね、時代を考えるというですね、番組、試みてみたいと思います。番組の前半では、今月の世界と日本と題し、刻々と変化する世界情勢から日本の今を考察します。新年早々のですね、報道でデジタルトランスフォーメーションの時代を象徴するようなですね、おっとなった方もいると思うんで、その話からこう始めたいと思います。でそれはですね、瞬間風速だったんですけど、1月3日にアップルがですね、株価時価総額3兆ドルを超したって言うんですね。これこの番組でも何回か触れてきました。アメリカの IT ビッグファイブ、ガーファムと言われてた。 Facebook は名前がメタに変わっちゃいましたけども、 Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft っていうですね、シリコンバレービジネスモデルの象徴ともいえる IT ビッグファイブのですね、株価時価総額が一昨年2020年の初めの段階では日本の GDP に迫ってきましたっていう話をしてたんです。でところがですね、これコロナのトンネルに突っ込んで12月末の時点でですね、日本の GDP の2倍に迫ってきたっていう勢いでですね、株価の時価総額をこう膨らませてきてます。3兆ドルのボリューム感っていうのをですね、どう捉えるのかなんですけども、この日本っていう下の段を見ながらよく考えてください。日本株式会社のですね、フロントにいるのが言うまでもなくトヨタ自動車です。34兆4000億の時価総額っていうことはですね、このアップル1社のもたもたすると10分の1ぐらいのですね、スケールでしかないのかっていうことにですね、ぎょっとなります。その参考っていうところなんですけども、僕がいつもため息つく思いで見つめてるのがですね、かつて鉄は国家なりと言われた、そのシンボルともいえる日本製鉄ですね。わずかに1兆8000億円。つまりですね、もたもたするとですね、200分の1っていうぐらいの規模感なんですね。アップルたった1社のですよ。で、三菱重工、三菱グループのフラッグシップです。0.9 兆円っていうことなんで、370分の1っていうことなわけですね。で、株価の時価総額って何なのって質問を受けることがあります。で、株価の時価総額はですね、我々が資本主義社会を生きる限り、マーケットバリューっていう言い方があるんですけども、市場が企業の価値を評価する時代においては実はすごく重いんです。会社っていうものは株価の時価総額を超したプロジェクトなんか打てないしですね、投資なんかできないっていうですね、そういう視点で考えたならば、時価総額って何を意味するのかが多分ピンとくるだろうと思います。で、実は来週ですね、放映することになるファーストリテイリング、ユニクロの柳井さんとの対談が流れるんですけど、柳井さんのとこ約7兆円って言うんですけども、日本製鉄が1兆8000億で、ユニクロファーストリテイリングが7兆円なんだっていうのがですね、いかにもいかにも日本の今を示してるんだなっていうふうにも思います。で、中には日本の株は安すぎると思ってる方がいるかもしれませんけども、この番組が今まで言ってきたようにですね、公的資金を突っ込んでまで株価支えてるっていうのが日本の現実です。約80兆以上のですね、年金基金だとかですね、日銀の ETF 買いっていう形で株価を引き上げる苦肉の策を展開しながら、こういう状況なんだっていうことなんですね。で、まず今年年初、この話題からですね、入っておきたいと思います。分配と負担の構造を 3.11 とコロナの政府の対応の違いから寺島が分析する。
私はですね、国民目線で日本経済を考えるっていうことをですね、もう一歩踏み込んだ議論を今日やってみたいと思います。21世紀の日本経済が置かれている状況っていうのはこうなってるんだっていうのを先月語りました。で、その中でですね、サラリーマンの所得って言いますか、現役世代サラリーマンがですね、稼いでる現金給与総額、残業代まで含む給与総額がですね、マックスだったのが1997年でしたと。25年前ですよ。25年前に比べて2020年の段階でマイナス 11.2% っていうのがですね、日本経済の現実ですと。で、所得がそういうことなもんですから、全世帯の消費支出、これは年金世帯も含みます、マックスだったのが1993年、なんともう30年近く前です。30年近く前に比べてマイナス 17.0% っていうですね。で、この現実の中に今日本経済あります。で、しかも今日に至るまでの間、日本を襲った2つの悲劇っていうのが思い出されます。一つは言うまでもなく、あの 3.11、 2011年の東日本大震災、そしてですね、今現在も我々がですね、その中で苦しんでるコロナパンデミックですね。で、この2つのですね、悲劇に対して日本がどう対応したのかっていうことを素材にしてですね、日本経済が置かれている状況を確認してみたいと思います。で、対応っていうのはですね、その悲劇に対してもちろん政治がですね、立ち向かっていくと。で、誰が負担して誰がその分配を受けるのかっていうことがですね、大変重要なテーマになるわけですけども、政治っていうのは価値の権威的配分です。つまりですね、代議制っていうものを通じて国会がですね、政府が提案してきた案をですね、承認するっていう形で我々のですね、価値の配分っていうのが決まっていく、それが民主主義社会のルールだっていうことになってます。で、そこでですね、まず 3.11 の対応っていうところをまず見ていただきたいですね。あの東北復興に向けてですね、日本国はですね、こういう政策論を取ったんだっていうことを再確認するわけですけども、復興特別所得税っていうのをですね、国民に負担してもらう形で我々はですね、東北復興に立ち向かっていると言っていいと思います。個人所得税額、個人で所得税を払っている人はその税額の 2.1% を負担してるんですね。すでに2013年から25年間っていうふうに決めちゃったんです。ですからまだ15年残ってるんです。で、分かりやすく言うとですね、ごく普通のアッパーミドルのサラリーマンです。課税所得が600万円ぐらいの人っていうのをイメージしていただきたいんですけども、年間約1万7000円ぐらいを負担してるってことになります。ですから25年間にいいとか悪いとかじゃない、もうすでにコミットしてるんですね、約43万円ぐらい東北復興のために税負担をするっていうことがですね、決まってるのが 3.11 への対応なんです。で、一方コロナへの対応っていうやつなんですけども、これはですね、国民の税負担なんかないんですね。赤字国債を日銀に丸投げする形でもって進んでます。で、コロナ対策の補正予算っていうのはですね、4回積み上げました。112兆7000億円、つまり政府の借金としてですね、どんどん日銀にその借金を丸投げしてるわけですから、赤字国債っていう形で。政府の債務は2020年度末でGDP の2倍を超すなんていうところまで拡大してるのは知ってる人も多いだろうと思います。で、しかもですね、この間コロナに苦しむ人々に対して2020年にはですね、覚えておられると思います、日本国民全員にですね、特別定額給付金という名前で10万円ずつ配ったと。このために約12兆7000億円財源を使いましたと。去年の年末にはですね、総選挙の後、公明党の公約だったからなんていうこともあってですね、主たる政経者の年収960万円以下の人にですね、18歳以下の子どもにですね、10万円ずつ配るっていうのを決めたんですね。これ極めてある意味じゃ矛盾に満ちた配り方してるんです。夫婦2人で働いててですね、1500万とか2000万近く仮に稼いでてももらえないって人がいるんですね。
960万円以下であればですねもらえるんだけども、ですから非常にですね議論すべき余地があるんですが、まあ、とにかくこういう形でもってそれをばらまきというかポピュリズムというか別にしてですね、どんどん今給付っていうのはですね行われてるっていうのが一つの流行りになってきてます、政策論的な。でこれは言うまでもなくですね、今現在は自分たちが税負担してるわけじゃないから懐痛まないからですね意外に敏感に反応しないっていうかね国民が。だけど恒大負担っていうか後にツケを回してですね借金は俺の代にどうなるか分からんけどよろしくねっていう形で突き抜けてると言ってもいいと思います。でもう一つですね日本人として知っておかなきゃいけないことがあるんです。実はそれがですね2014年と19年に思い出していただきたいんですけど、この国は消費税を上げてます。全世帯家計消費の平均的なですね年間334万円の世帯っていうことでですね、この国は 5% 分消費税を上げたっていうことは年換算して16万7千円負担増をしたっていうことなんです。ですからよく考えていただきたいのは、平均的な日本における世帯はですね消費税増税と復興特別所得税っていうやつで合計年間18万4千円10年分としてですねなんと184万円もの負担増っていうものを増やして進んでるってことになります。ただし一方この番組で僕が触れた政治の側にですねじゃあそれに対して身を切る改革があるのかと、国民に負担増を求めてるんだけども、で国会議員の定数削減の話をしました。人口比アメリカの2倍以上国会議員抱えてますよねと、この先日本の人口って3割減ることになってますと、国会議員の数も3割ぐらい減らすべきなんじゃないでしょうかって話をしました。でしかも議員1人当たり年間2億円かけてんです、間接コストも含めて。でその歳費も含めたですね削減っていうのが身を切る改革ではないのかと、国民の負担増がどんどん重くなってる中で我々はですねこの分配と負担について真剣に考えなきゃいけないっていうのが多分今年の大きなテーマになるだろうと僕は思います。この後寺島が MMT とベーシックインカムに切り込む。多分これからですね日本人がそのキーワードに向き合うことになる2つのキーワードをですね限りないその誘惑っていう意味においてですね話しておきたいと思います。で究極の選択としての MMT とベーシックインカムっていうこのパネルを用意しています。で MMT って何だっていうとですね、最近こういう MMT っていうですねモダンマネーセオリーっていうようなですね議論が大変に注目浴び始めてます。どういう意味だっていうとですね、自分の国の通貨で債券を発行できる国においては現実に債務不履行になる可能性は極めて低いんで、積極財政ってやつですね、積極的に国債を発行して財政出動によって景気を刺激すべしっていう、まあ、考え方がですね MMT の理論なんですね。分かりやすくもっと言い換えるとですね、国債は例えば日本の場合主として日本人が買ってると、外国人が買ってる分って実は 15% ぐらいなんです。ですから売り抜かれる危険って実際にはそうないじゃないと。でしかもですね金利の低い時に国債発行してもですね、要するに国の負担が低いからですね、どんどん国債発行して財源確保して財政出動したって構わないんだっていう、まあ考え方なんですね。で一言で言えば国家はお金を自由にすれるっていう、まあ発想なんですね。積極財政論者がですね心の安心感のためにスーッと吸い寄せられてるのがこのまず MMT なんです。でその MMT とですね非常にある種の親和性があるなと思って聞いてるんですけども、ベーシックインカム論ってなんですね。それが今先ほど語ってきたですね18歳以下に10万円配った去年、それから全国民に10万円配った一昨年っていうやつがですね思い出されるわけですけども、労働要件、働いてるか働いてないかじゃなくですね、しかも資産を持ってるか持ってないかの調査にも基づかずにですね、国民に無条件に給付される所得のことをベーシックインカムって言うんです。中にはですよ、憲法で保障してるじゃんと、傾向でですね文化的な生活を国が保障してるじゃないと、だからベーシックインカム出すのがあるべき姿なんだっていうふうに考える人たちの主張っていうのもですね耳に入っています。
で例えばですね、仮に月10万円全国民に給付したとすると年間152兆4千億ぐらいかかるっていう計算になります。だけど今の日本にですね、経済的にそんな余力があるのかと。でしかもですね、例えば皆さん自身が自分で自問自答しなきゃいけないです。自分がベーシックインカムで生活したいか、多分ですね、やっぱり額に汗したお金で飲む酒がうまいんですね。ベーシックインカムで育てられたいか、自分はお父さんが育ってくれたんじゃないと、ベーシックインカムで育ったんだっていうですね、親子関係っていうのがですね、果たしてどういう社会的な問題を引き起こすのかっていうイマジネーションも僕は必要だろうと思います。これ一体こういう理論を誰が言ってるんだろうかっていうことを厳密に調べてみるとピンときます。ほとんどニューヨークです。ウォールストリートの懲りない人々とそのご一党がですね、一生懸命になって言ってるのがですね、 MMT の議論なんだなと。つまり無制限にでも財政出動をかけても構わないんだという考え方がですね、誘惑を感じる局面の中に今日本は入ってきています。多分これからですね、我々自身がどういう分配が日本において正しいのかっていうことを考えなきゃいけないときに、誰もがですね、この MMT とベーシックインカムについて考えなきゃいけない局面が来るんじゃないかと思います。それでは分配の価値基準をどこに求めればよいのか、寺島が提示する。で我々はですね、この健全な社会において資本主義社会ですね、どういう分配がなされるべきかっていう価値基準をしっかり踏み固めなきゃいけないところに来てると思います。実は資本主義社会には資本主義社会のエトスがある。もちろんですね、欲と道連れの資本主義って言い方もあるわけで、利潤極大化のための仕組みに過ぎないっていう人もいると思いますけど、資本主義社会のエトスなんだというと、まあ倫理性とか宗教性と言ってもいいんですけども、競争を通じた研鑽、つまり国旗踏んで努力してですね、自助努力の中でですね、自分自身を高めていこうっていうのがですね、資本主義のエトスだと言ってもいいと思います。で自助公助共助って書いてある言葉を見ていただきたいんですが、菅さんがですね、よくこの言葉使ってました。多分菅さんのですね、限界はどこからどこが自助でありですね、どこからどこが公助であり、その線引きについてですね、きちっと語ることができなかったことにおいて、政治家としてのまあ力量がですね、現れてるんだろうと言っていいだろうと思います。この共助っていうのは、例えば子ども食堂のようなものをみんなで支えるなんていうのが共助ですよね。公助っていうのは国がとにかく乗り出して社会福祉政策とか社会政策でもって支えなきゃいけないっていう、まあ、その線引きを求めてですね、我々は施策しなければいけないというふうに思います。で私はですね、まあ今日の議論のまあ最後のポイントとして、この歴史の進歩とは何かって不思議なことを書いてあるんですけども、1971年にですね、岩波新書で出たですね、歴史の進歩とは何かっていうですね、市井三郎さんという哲学者が書いた本に、心打たれた記憶があります。で歴史に進歩なんか ないんだっていう人がいてもですね、驚かない時代になってます。だけど人類の長い歴史を静かに見つめたらですね、なるほどと思う部分があります。不条理のですね、制度的組織的な軽減が歴史の進歩なんだと彼言ってるんですけど、どういう意味っていうとですね、不条理とはそこに書いてあるようにですね、本人の責任の問われる必要のないことで苦しむこと、例えば生まれながらに貧乏で生まれて教育も受けれないだとかですね、病気になっちゃったけどですね、病院にも入れないとかですね、そんなことは本人の責任が問われる必要のないことだと。でそのことについてですね、つまり公、つまり公的なですね、サポートっていうのが行われるって言いますかですね、で不条理の制度的組織的な軽減が歴史の進歩なんだっていう考え方は僕ものすごく大事だと思います。その文脈においてですね、歴史を一歩前に進めるという意味での分配論っていうのかな、そして負担論がですね、これから我々が社会を描いていく時の一つの基軸になるんじゃないのかなっていうのが、この段階で私がまず申し上げておきたいことです。でそこでこの2022年の初頭に今我々は立ってるわけですけれども、皆さん気づいてるようにですね、今日の議論がどういう意味があるのか、で世界はですね、特にアメリカ欧州、
インフレ抑制を狙いにして金融政策の正常化という局面に入ってきています。金融の量的緩和を収束すると、さらにはですね、金利をアメリカあたり今年3回ぐらい引き上げるって言ってるんですね。でそうなってくると日本が金利差っていう形で取り残され始めます。なぜなら日本はですね、金融政策を正常化できないような金縛りの中に入っていってる。で金利が安いからですね、国債を無制限に発行しても平気だっていうさっきの議論ですね、そういうことに立ってその金縛りの中をもがいてます。でそれはですね、米欧とのギャップの中で何が生まれるのかっていうとですね、日本国の通貨である円という通貨の価値の円安化です。で2012年に80円を割り込んでたですね、当時の言葉で言う円高だったものがですね、もう現在116円なんていう段階にあります。 45% 以上ですね、円安にシフトしてるんです。多分今年ですね、この分配の議論の果てに見えてくるのは日本経済の円安、悪い円安っていう言葉をですね、噛み締めなきゃいけないような局面になるんではないのかってことを僕は警鐘を鳴らしておきたいと思います。この後、日米関係史の真相と人間ドラマ、山本五十六を寺島が語る。後半はですね、歴史の深掘りっていうことで日米関係史の真相とその人間ドラマっていう意味でですね、この話を進めていきたいと思います。先月12月ですね、真珠湾攻撃からちょうど80年という節目のタイミングだったんですね。1941年12月8日パールハーバーアタックってやつですね。でこの真珠湾攻撃っていうのは海軍史上ですね、海戦の激闘で主力の戦力を集中投入してですね、敵の機関基地を叩くっていう意味において、でさらにはですね、航空機で軍艦を沈めるっていうことをですね、検証したっていう意味において大変歴史的な出来事だというふうに言われ続けてます。この真珠湾攻撃をですね、企画立案推進した連合艦隊司令長官が山本五十六だったっていうことはですね、日本人ならば多くの人が知ってる事実です。でその山本五十六についてですね、人間ドラマとして語ってみようっていうのが今月の一つの試みです。でまず山本五十六は肉眼で真珠湾は見たことがあるのかっていう問題を設定しました。で実は私自身ですね、企業の経営戦略、情報参謀的な仕事をですね続けてきた人間です。でその一つの直感からしてですね、経験的直感って言っていいと思いますけど、人間の戦略企画構想力の基盤とは何かってそこに書いてるんですけれども、要するにですね、海戦壁闘でですね、ものすごいリスクを取って敵の機関基地を攻撃するような案を展開する人間がですね、必ず肉眼で真珠湾を見たことがあるんではないのかっていうのが僕の仮説だったんです。でフィールドワークと文献研究っていうものを必ずやらざるを得なかっただろうと。山本五十六についてはものすごい数の本が出てます。阿川博之さんのですね、山本五十六っていう有名な小説をはじめとしてですね、僕はあの年表を作る思いで山本五十六の一生をちょっと追っかけてみたんです。で結論ですね、ここに書いてある通り、少なくとも2回山本五十六は肉眼で真珠湾を見てます。で1回はですね、1909年、25歳の頃ですね、巡洋艦阿蘇に乗っかって練習航海で太平洋を横断してですね、戻ってきてる。その際ハワイの沖合からですね、真珠湾を遠目で見てるんですね。サンフランシスコ、バンクーバーと回って帰ってきてるわけですけども、でアメリカはですね、1898年にハワイを併合したって言いますか、ちょうどそれから100年経って僕がワシントンにいた頃なんですけども、100年目の謝罪っていうことで上下両院でですね、ハワイを騙し取ったことに対して詫びてます。アメリカは返還するわけではないけども、あるいはハワイを独立させるわけではないけれども、でカラカウア王朝を叩き潰したんですね。でそして1905年です、日露戦争に勝った後の日本、強く意識し始めてですね、
ワープランオレンジっていうんですけど、オレンジ計画っていうので日本っていうものをですね警戒するようになってきた。で1908年になって真珠湾に海軍基地を建設し始めたって言いますか。でちょうどその翌年ですよね、この阿蘇の巡洋艦から見たっていうのが。からもう一回はですね1934年に50歳の時です。ロンドン軍縮会議の予備交渉っていうことで、そのですね代表として彼はロンドンに向かったんですけども、あえてロンドンに向かう航路を米国経由っていうことで、ホノルル経由っていうことでですね動いて真珠湾をですね見てます。実はこのことがですね、例えば鹿児島湾に似てるっていう直感の中からですね、真珠湾攻撃に際して鹿児島湾の上で急降下のいわゆる爆撃とかですね、急降下の魚雷を放ついわゆる訓練演習をしたっていうのはですね、そういったことが背景になってるんだというふうに思います。でつい先月末ですね、 NHK がですね太平洋戦争80年特集ドラマっていう形で、香取慎吾が山本五十六の役をやってるですね、ロンドンの山本五十六っていうですねドラマやってました。これまさにその1934年のことなんです。でだけどですね、まあ、このドラマの描き方についてあまり厳しいことを言う気はないですけども、日米開戦を避けたかったですね、非常に開明的な軍縮条約派だった山本の苦悩みたいなことを描こうとしてた意図はよくわかりますけども、この人間が抱えてた大きな問題意識とかですね、この人間の評価っていうものがですねやっぱり重層的に積み上がってないとですね、薄っぺらな印象を与えるんだなっていうのがですね僕の正直な思いで。でそこでですね、まあ、この番組ではこの山本五十六なる人物を理解することをどうやって深めるのかっていう意味でですね、ちょっと私自身のですね山本をフォローしてきた視界の中から気になってる3点っていうのをですね、この山本理解の本質としてちょっと触れたいと思います。でまずですね1点目なんですけども、ポトマックの桜に寄せてって何のことなんだって言うとですね、で山本五十六1928年に駐在武官として、この彼はですねボストンのハーバードにその語学将校として学んでた期間もあるんですけども、約5年間ぐらいですねアメリカに駐在してます。非常にアメリカ通だったんですね。でふるさとの恩師に向けて書いた絵はがきっていうのが出てきてます。その絵はがきにこの山本が書いた言葉、これちょっと心に染みます。なんて書いてあるのか、当地昨今吉野桜の満開、故国の美をしのぐにたるものこれやり候、大和魂また我が国の一手独占にあらざるを封するに似たりと。これやはりですね山本っていう人の視界の柔らかさっていうかですね、このホトマックの桜に大和魂を思うんじゃなくて、その大和魂日本だけが一手千倍で主張しているようなもんじゃないんだっていうですね思い、つまり相対的客観的にものを考える思考回路っていうのをですねこの人物が持ってたんだなっていうことをつくづく思います。で次に2点目、石油と航空機に焦点を当てたフィールドワークっていうことなんですけども、彼を調べてて驚くのはですね、ただフィールドワークじゃないんですね。これからの戦争って言いますか戦いにおいて石油と航空機が重要になるなっていうことをですね学び抜いてですね、でその中からフィールドワーク始めてるんです。テキサスからメキシコまで驚くほどの情熱でもって石油と航空機に関わるですねところを訪ね歩いてます。でテキサスの日系人の家からですね山本のサインが発見されたっていうことも出てきてるんですけども、メキシコからはですねなんか山本五十六っていう海軍少佐だと名乗ってる男がですね、なんですか貧しい格好でその安宿泊まり歩いて見て歩いてるけども、本当にこの男軍人なのかっていう紹介電報がですねいわゆるワシントンの大使館に入ってるなんていうことさえ検証されてますから、本当に行ったんだと、テキサスからメキシコまでですね。で彼は自分の若い後輩の将校たちに対してですね、3度の飯を2度に減らしてでもですねアメリカを見て回れと。で要するに徹底したですねフィールドワーク、
でさらにそのただ見て回るだけじゃない問題意識を凝縮した形でのフィールドワークをしてたんだなっていうことに大変心打たれます。それから3つ目、僕は山本を追いかけててですね、つくづく感じるのがこの人が背負ってたですね、ふるさとです。彼の出身地はですね、新潟県の長岡なんですね。でこの長岡っていうところはですね、我々あんまりそういう感覚ピンときませんけれども、司馬太郎の峠っていう小説を思い出す方はですね、ああそうかと思うと思います。これ司馬太郎の小説峠っていうのはですね、長岡藩に河合継之助っていうですね、非常に優れた家老がいたんですね。あの幕末維新の時に、戊辰戦争の時にこの河合継之助っていうのは大変な見識のある人で、スイスが永世中立国であるっていうようなことまで知ってたってわけですね。で奥羽列藩同盟にも入らないと。だけどあの幕府を倒す側のですね勢力にも組みしないと、中立を宣言して長岡藩は生きるっていうようなことを選択しようとしたんです。である面じゃ驚くべき見識なんです。だけどそんなこと誰も理解しないから、両方から要するに攻撃されるような立場になってしまったのがこの長岡藩の悲劇ってやつなんですね。朝敵の汚名さえ着せられてしまった。で山本五十六はですね、軍人として生きていくプロセスの中でこの自分の生まれたふるさとの背負ったですね、ある種のトラウマっていいますか、そういうものを心の中に持ってたんだなっていうことを感じさせることがこう何回かあります。でこの山本五十六理解のための3つのポイントっていうことをですね、あえて語っておきます。この後、名将か凡将か、山本五十六の評価に迫る。世界を知らずにですね、世界は変えられない。寺島実郎が全体値で挑む北方領土問題。コロナのトンネルを抜けた後、健全な資本主義を求めて。寺島実郎の世界を知る力。そこでもう一歩踏み込んでですね、山本五十六の評価っていうパネルをちょっと語ってみたいと思います。で名将か凡将か、必ずですねその評価が割れるんですね。その真珠湾攻撃に対する評価って言いますか、で山本自身の器量に対する評価で、開戦と同時に敵の機関基地をですね、もうなけなしともいえる主力空母6隻を投入して攻撃するなんていうですね、リスクを取った戦略で、それを展開した山本に対する評価で、僕はですねこの評価っていうのはどういう視界からどういう次元で評価するかによって大きく変わるというふうに思ってます。で傭兵作戦、つまり戦術っていう意味とですね、軍事戦略っていう視界と、それから国家の戦略としての真珠湾攻撃っていうですね視点でこう分けて考えていく必要があるだろうと思います。で私はですね、海軍の戦術傭兵作戦として山本五十六っていう人はですね極めて優れてるし、軍人としての責任を果たしきったと言っていいだろうと思います。で開戦の前年の1940年、当時首相になってた近衛文麿首相がですね、戦争が始まったら展望はあるのかっていうことを彼に聞いてます。その時山本五十六はですね、やれと言われれば半年や1年は暴れてみせますと、だけど2年3年となれば確証は持てませんっていうふうにですね首相に対して答えてるんですね。ですから短期決戦においてですね、軍人としてやるべき責任っていうものを果たしたっていう意味においては、僕は極めて優れた人だと言うべきだろうと思います。ただ次にですね、軍事戦略としていくつかの疑問っていうのが浮かび上がってきます。で例えばですね、なぜ日本軍はハワイを占領しなかったのか、陸軍兵力まで投入してですね、実はアメリカはですね、そのハワイが占領されるんじゃないかっていうことを想定してた節があります。ここに極めて面白いものを僕手に入れてるんですけども、この寺島文庫の所蔵としてですね、これまあアリゾナメモリアルの写真がそこで写ってると思います。1ドル札をよく見てもらいたいんです。これはですね、アメリカはその真珠湾攻撃の後、日本がハワイを占領してしまうことを可能性を想定してですね、
ハワイで通用しているドル札に全てハワイっていう刻印を入れたっていうんですね。でどうしてかっていうとですね、あの真珠湾攻撃の時に不思議なことに軍艦に対しては攻撃を仕掛けてるんだけども、兵艦つまり補給ですね、例えば石油の貯蔵タンクだとかですね、そういうものに対して一切攻撃してない。でそれはですね、自分が占領した時にそれを使うことを想定してたんじゃないかっていうふうに見た部分があるってんですね。でさらにもう一つ、ここの地球儀でですね、改めてその太平洋を見ながら僕思うんですけども、この地球儀にハワイパールハーバーってのが出てきますけども、サンディエゴですね、このメキシコとカリフォルニアの接点のところにサンディエゴって街があるんですけども、ここに太平洋艦隊の基地があります。なぜですね、ハワイを占領してサンディエゴを攻撃しなかったのか、それからもう一点ですね、その南のパナマ運河ってやつなんですけども、これあの海軍関係のそのプロの人たちと議論してる時にそういう問題意識があるのかと思ってですね、わざわざ私パナマまで行ったことがあるんですけど、パナマ運河ってものすごい狭いんですね。で僕自身驚きました。パナマックスっていう言葉がですね、一つのキーワードとしてあります。つまり106フィート32メートルしか幅がないんです。で水深40フィート12メートルしかないんですね。ですから2隻ぐらいの大型船をですね、パナマ運河を通過させて、いわゆる爆沈させてですね、封鎖しちゃったら太平洋と大西洋を遮断できるっていう、それをなぜ日本はやらなかったのかっていうことをですね、僕指摘された時にドキッとなったことがあります。でなるほどなと、歴史にレバトラはありません、もちろん。だけどですね、軍事戦略として目いっぱい海戦壁等に敵の機関基地を叩くっていう意味においてはですね、驚くほどの作戦だったんだけども、もう少し踏み込んだ戦略っていう言葉においてですね、残る疑問もあるんだなっていうことにですね、その後いろいろ気づかされたってことなんですね。だからもっと長期的な意味で、あるいはですね、もっと体系的な意味での国家戦略として真珠湾攻撃っていうものを考えたらですね、日本はもうすでに真珠湾攻撃の時に1937年から日中戦争が延々と続いてたんですね。でその日中戦争を収束することもなくですね、対米開戦をしたことのリスクっていうのかな。でしかもですね、南方攻略にこだわってですね、最大の、まあ、いわば敵はアメリカだったわけで、そのアメリカを槍のように突くっていうですね、戦略ではなくて南に南方展開していったことで兵力を分散したっていうことに対する、まあ、疑問が残るっていう気もしますし、何よりも僕重要だと思うのはですね、日本はアジアの解放っていうものを主張しですね、大東亜共栄圏なるキーワードを掲げたわけですけれども、1915年の大化21か条の要求以降、つまり第一次世界大戦にですね参戦していったあたりから、日本自身がですねアジアの側に立つっていう視点ではなくてですね、新手の植民地帝国としてアジアに対してですね、こう向き合うようになっちゃった。国家戦略として大東亜戦争といい、アジア太平洋戦争という戦争を振り返るときに我々が見失ってはいけないポイントなんではないのかなというふうに思います。そういう意味において山本五十六の評価っていうのは名将か凡将か、軍人としてはですね、僕は極めて名将だと言わざるを得ないと思います。でだけど外交官、そして政治家で、今日の問題に引きつけて考えてみてもですね、やはり国家の戦略という大きな枠組みの中でですね、舵取りっていうものをしっかりしないとですね、大きな悲劇が起こるっていう思いに至ります。それでは山本五十六と敗戦から学ぶべきこととは。今月はこの山本五十六の議論をですね進めてきましたけれども、その一つのまとめとしてですね、我々の今日に引きつけてですね、歴史の教訓としてこの議論に何を学ぶかっていう話をしておきたいと思います。で実はここにですね、この大本営参謀の情報戦記っていう、堀栄三さんっていうこの方はですね1913年に生まれて95年に亡くなってるんですけども、
陸軍の立場で大本営の参謀に入ってた人です。でその人のですね、一種の総括報告みたいなもんですね。であるいはもう一つですね、たくさん本があるんですけども、例えば僕にとっても縁のある方だったんです。東レ経営研究所のトップやっておられた森本忠夫さんが、この方は海軍の航空隊にいて、この配防の戦略っていうことで山本五十六と真珠湾っていう本を書かれてるんです。でこういった本をですね、参考にしながらこう思いを巡らすときに、実はこの堀さんの本の中の最後のところに紹介されてるですね、ここのパネルです。 GHQ の調査報告、1946年4月、っったらもう敗戦の翌年ですね、日本にとって。 GHQ がですね、日本陸海軍の情報部についてっていうレポートを出してて、5つの敗因っていうのを指摘してるんですね、日本がなぜ負けたのかについて。1点目はですね、自分の国の国力の判断を誤ったと。ドイツが勝つと思い込んでた部分もあるんだけど、この思い込みがですね、自分の国の国力がどのレベルなのかっていうことについてですね、判断を誤ってしまったってこと。で2つ目がですね、制空権を早々と失ったんだけども、戦況判断の誤りっていうことなんですけども、都合のいい情報にだけ耳を傾けるような傾向に傾斜してってしまってる。だから3番目にですね、組織の不統一って言いますけど、陸海軍間の情報連携があまりにも欠けてるっていうかですね、組織が硬直してるってやつなんですね。それは先ほどのですね、なぜ真珠湾を占領しなかったなんていう話にもつながることだろうと思います。4番目、作戦第一で情報を軽視したって言いますか。でつまりですね、情報人材っていうものに甚だ欠落してたっていう部分を指摘してます。それから5番目に、精神主義の過大視、つまりですね、根性主義ってやつですね。でこれは過去の成功体験がですね、に酔いしれるっていう傾向ですね。で不利益な情報を阻害してしまうっていうかですね。でそこでなんですね、でこれ過去の思い出話じゃ済まないなっていう思いで私語ってます。で今日の日本国の国家戦略、あるいはですね、企業経営戦略において日本再生への視界にも、まあ、つながることなんですけども、自分たちの過去の成功体験が逆にですね、縛りになってしまうこと、金縛りになっちゃうってことですね、過去の成功体験に。で2番目がですね、これつくづく最近感じますけども、企業の経営戦略も短期的経営戦略だとか経営計画だとかっていうことはですね、描けても長期戦略が描けないっていうかですね、つまり戦術は描けても大きな戦略は描けないっていうかですね、国家としても企業としてもですね、10年先の構造変化に対してどういう業態変革を試みるかなんていう視点がですね、これからものすごく重要になるんだろうなっていう思いで、実は山本と改めて向き合ってみました。番組の最後にですね、この視聴者プレゼントとして年末に私が出したですね、この人間と宗教を20冊差し上げるっていう話をしておきたいと思います。この番組のサポーターの方にはもうすでにですね、この本をもう送付していると思います。で私はですね、この本、これ宗教の本っておっと思うかもしれませんけど、教養書でも宗教書でもありません。これは戦後日本を生きてきた一人の人間として、自分との距離感、自分と宗教との距離感とかですね、自分の歴史の中で問いかけながらですね、これを読んでいただけるとですね、問題意識が深まってですね、何か見えてくるものがあるんではないのかという意味で、この本をですね、抽選で進呈したいなというふうに思います。サンスター寺島実郎に直撃。寺島実郎に直撃と題しまして、ビジネスパーソンはもとより、学生や主婦の方などから寄せられた質問に寺島さんがズバリ答えるというコーナーです。今年もよろしくお願いいたします。年が明けましたね、はいはい。さあ今回ご紹介するのは、サンスターから先月発売されたばかりのこちらのスタイリング剤です。年齢とともに毛髪内の亜鉛が減少し、張り、コシが失われていく髪の毛のために、こちらのマグマスボリュームアップトニックは毛髪保護成分の亜鉛を配合しています。
頭皮になじませてから根元から持ち上げるようにドライヤーで乾かすことで、ふんわりと自然なボリュームが出やすくなるということです。寺島さんも実際に試してみましたか？これ使ってみたんですよ、はい、だけど本当にねボリューム感が出るっていうのは本当ですね、うん、でそういう実感があってね気に入っちゃいましたよ。いいですね、身だしなみって大事ですからね、はい、ぜひ皆さんも毎朝のヘアセットに取り入れてみるのもいいかもしれません。さあそれでは皆様からいただいた質問に参りたいと思います。66歳会社員の男性の方からです。2022年の目標は立てていらっしゃいますか？2021年にしようと思ってできなかったことなどもあれば教えていただきたいというご質問ですが、いかがでしょうか？まあ、新年抱負でね、はい、で僕はあの思い出す言葉があるんですけど、加藤周一さんっていうね、まあ、大先輩、85歳の時に面談したことがあるんですね。でその時彼が言ったのがね、自分は年齢とともに物事のつながりが見えるようになってきたって言うんですけども、僕自身ね、まあ、新年抱負っていうのも含めて申し上げるんだけども、自分が一体どういう状況だと充実感を感じるのかっていうことが大事だと思うんですね。で僕にとってね、まあ、正直言って自問自答してみるとですね、クリエイティビティっていうかな、自分の想像力がね年齢とともにですね深まってるのか高まってるのかってことがものすごく気になるわけですよ、うん、僕の場合ですね、やっぱり物書きとしてね作り出す作品に対する満足度が実は全てなんですね。こういう形で皆さんと語るのもね大事なことだけどもですね、で去年はだから人間と宗教っていう本をねまとめ上げたっていうある種の充実感あるんです。で今年についてはね、例えば日本再生の基軸っていう本を一昨年出してるんだけども、日本再生の構想っていう、こう進むべきだっていう類の本をね、今岩波の世界で連載してるやつをより深めてですね単行本化したいなっていうようなことを含めてね、それともう一つはね、まあ、あの大学の学長、多摩大学の学長をやってることもあるんですけども、人を育てるっていうことかな。つまりそれは何だっていうと、18歳から20数歳までの若者を育てるだけじゃなくてですね、後輩たちね、40代から50代にかけての人たちがね、まあ、これから高齢化に入っていくような人たちがね、ある力つけてね、要するにやっぱり高齢化社会に入っていかなきゃいけない時代来たと思うんですよ。でそういう意味での人を育てるっていうことにね力入れてみようかなっていうのが今年の抱負ですね。寺島さんご自身のお話、なかなかこのコーナーで伺うことがなかったので、とっても新鮮でした。ありがとうございます。このコーナーでは皆様からの質問をお待ちしております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。寺島文庫ではこの番組のサポーターを募集しています。詳しくは寺島文庫ホームページをご覧ください。